A4 サイズで、紙のね、大きさに合わせず、そのまんまプリントしてアウトしていただけるとサイズがそのまんま出ます。で、綺麗に貼るとこのような形でね、かっこよく作ることができます。で、簡単にねちょっと作り方をね、今から最初にねやってしまおうかなと思います。で、皆さんこのね、A1 っていう紙どこでも買えますね、ホームセンターでもね。このね B1 階とか書いてあるね、この耐水耐光、貼った後綺麗に剥がせる、野外でも使えるサインラベルシールっていう、まあインクジェットだったり、まあ、レーザーだったりっていうのがあると思うんですけども、それをゲットしてください。で、そうするとね、こういうこのね光沢感の用紙、これね写真用紙に設定してプリントアウトするとめちゃくちゃ綺麗に出ますね。キラッキ光沢感がありますね。で、シールになってます。結構ね腰があってね頑丈なんですね。で、もう一枚ねこういうね 3M の透明のコーティングシールがついてきます。なんでこいつをこう、ね、端っこがねピリピリピリって剥がせるんですね。で、この上にペッて貼って端っこをくっつけます。はい。で、こういったねプラスチックの板ヘラね使ってこの裏を潰しながら、こうやって剥がしていきます。ペリペリペリーっとペリペリペリーっと潰しながら、ね、こうやって、で剥がしているところにこいつをこう入れ込んでこいつで押していく。で上下にね動かしながらね押していきます。お、音が出た。はい、押してって、あとは自動的に貼られていくんで、はい、ここまで来たらこすります。とにかくギュッとこする。ギュッとね、はい、こすれたらこのカッターマット、緑のね、文房具屋さんに売ってるカッターマットを使ってください。でないと失敗します。なんでカッターマットを用意して、コンパスカッターを使って、このつまみの穴を開けるサイズ、中心から半径の大きさに合わせます。はい、そしたら中心にまず力を入れてブスッと刺します。ギュッとね。で、
今度はカッターの方をギュッとプチッていうまでね、紙の奥まで行くぐらい押し込みます。硬いテーブルの上で皆さんやってくださいね。はい、こうやってくるくるくるっとくるくるくるっとやります。そうするとペリッと、はい、穴がね開きます。これね、中心点のガイドうっすら書いてあります。はい、綺麗に成功しましたね。はい、まあ、苦手な人はどうせつまみつけるんでカッターでねゆっくりこうやって切っちゃってってもいいです。こうやってねちょっとぐらいねガタガタになっても見栄えそんな悪くならないんで、キュッキュッキュッって感じでこうやってこれね、つまみが多い新鮮なやつとか大変なんですよね。はい、これでもいいです。はい、穴開きましたね。で、あとは黒く塗りつぶされてるところを、これね、ちっちゃい人はね、もう定規使わないでね、こうやってカッターでね、ある程度丁寧に抜いてってあげれば、多少曲がっても大丈夫なんで、頑張ってね、1日1穴で、抜いていきましょう。で、この中とボタンのところを抜いて外周を切り取ってシール剥がして、TB3 の上からそっと貼ると空気をね、空気が入らないように、まあ空気が張ったらね、貼って剥がせるなんて、最初は軽くねファッて置くような感じでね貼りましょう。そうするとこんな感じで、できます。